今日で最終戦ですか。おう、6戦目完成役は10戦目に上乗せもなく、ただまあこれやめる理由はないわな。あ、ほら、そやわそやそやそや、立てさあ75枚で残念ながら2台打って2台とまたらずと、もうみんな盛り上がってる。500枚が全部なくなったんで、これ負けたら相当チンケなバーベキューになっちゃうんで、火だけ燃え下がってるっていうね、着火剤はあるんで。だって俺500枚なくなったんで、僕も600枚使ってます。でも今日見る限り、まあ、もう一回他のシャワー見てみようか。俺が打ってる凱旋のそのボックスはすごく状況良さそうなんですよ ね。今までこうしなかったのがこっちも増えて、相当増えて、いや結構これいいよ本当に。もっと俺に凱旋のもっと引いたいよ。俺ハービスはマリオなんて凱旋じゃないんで、どれだけ引っ張ってこれるかっていうところが一番のポイントなのかなっていう、そんな気がしますね、凱旋に関しては。さあ、キナナさんね、もう一個来たい。ダメ、僕だったら33%。怪しいな、ショート怪しい。怪しいぞ。ここ。ほら。まだ当たってんじゃないかな。3年で当たりました。まあ、皆さんね、下の方で20分あるんで、3分の1か5分の1かっていうところ、まあ、1回と分かんないな。これもう半分ぐらい消化してるんですけど、まだ30枚です。持ち直して終わりました。頼む、レンジャーしてくれ。これが辛いんですよ。きついんですよ。3が4の0。関係ない、関係ない。ただ、それは設定運転じゃないんですよ。4回来ました。それが高いから、じゃあこれはこの設定じゃないか。設定のことに、そう、そんなんじゃないんですよ。4回いたのに1回も当たってないところが問題なんですよ。俺だからだね、特に今日の勝負に関しては。この短時間で3回2回に乗ってるんですよ。
あるいはリプさんが引いたのに1回もリプにならなかった、リプにならなかったってところが問題であって、いやこれ普段だったら絶対押すんですよこの台、絶対に押すんですよなんですけど、勝負の内容が内容だけに他の台目移りしちゃうな。てかもう凱旋やめた方が良くないっすか、今全員マイナスらしいっすやん。そうなんだよ、どうしよう、ちょっとパルサーあたり逃げるとかちょっと俺ユーパル逃げんだったらデリヘル呼ぶよ、じゃあちょっとマジで、じゃあ飽きません、あそこにあそこに呼ぶよお前寝そべってみまだいたぞここでおいらっしゃいませ、あーお客さん凝ってますねちょっと待って、腰ちょっとほんまも腰曲がりなんですよこうやって楽しんだんだああ怪我された、魚達さんに怪我された。さて今また500枚下ろしたんで全部1500枚下ろしになりますね。怖いは怖いんですけど、ただこれ俺普段じゃあ普通に言っててやめるかさ絶対やめないんで、もう信じて動いてもらいます。風が重なったの珍しいな。竜巻外れて風ってなんだそれ、当たったの。雷4ゲーム目、幸せの時をつかり、初当たりも単発で終わり、正直ちょっとね、あん立ち込める嫌な予感のする幸先の悪いスタートなんですけども、とかなんやかんや言うてる間にね、256ゲームの抽選、これが64ゲーム周期と128ゲーム周期の抽選が、まずある部分ですね。64ゲーム周期が選ばれてたら、ここは天井になると。あ、結構これ確かにええところっすね、ええとこ、ええとこ行った。こんなもん絶対当たったでしょ、こんなもん、こんなもん絶対当たったでしょ。これどれ、俺見てみ、俺見てみ、コングラチュレーション、コングラチュレーション、当たりましたよ。ってことは、まあ、おそらく64ゲーム周期やったということなんではないでしょうかね。ありがとうございます。2回目の当たり。
あがらら、一番鼻くそなやつですね。ほう赤と見せかけて青っていうね、こういうおしゃれなことがたまに起きるんで、皆さんも最後まで諦めずに。はい、というわけで、青菜揃いと、まあ、今回は単発じゃないようにね、祈りましょう。まあ割といいんちゃいますかね。今のところ挙動としては悪くはないと思うんですよ。青や、よっしゃ、継続、これで継続です。まあ、うん、北斗と一緒っすね。北斗と左は、まあ、あの時点で味方が来たらもう継続確定と。はい、2セット目いきます。はい、2セット目のバトル、お味方味方味方、味方、あわわわわわわ、そう、これね、あの煙の中から赤い目が見えたらもう味方なんで、 AT 中レア子役っていうのが多分あのリプレイに変換されてるんですね。だから AT 中は見かけ上レア子役は出てきません。はい、でそのレア子役であの突然オーバーなんちゃらオーバードライブやったかな、だからそういうのに入るんで、まあ、それも多分設定差あるんでしょう。まあ引いた時説明しますわ。味方味方味方、ああ来ましたね。あ、4回目のバトル、味方、ああ敵、ああこのビームみたいなの出てるやつが強攻撃っすね。あらまあ、あらまあ、味方が助けに来てくれましたね。あ、ひょっとしたら継続率いいんかもしれないっす。なんかあの継続率がいい方がなんかこういう味方助けに来たり、なんかちょっとこういうややこしい話になるんで。はい、5セット目のバトル、味方味方、あ残念、敵、あ、ジャック攻撃ですね。避けろ、ダウンシャー、いいっすね、いいっすね。はい、6セット目のバトル、ここかなり重要なんですよ。勝ったら説明します、重要な理由を。味方味方、さあすんなりいかへんか、すんなりは勝たせてくれへん、中攻撃、避けろ、うわー食らいよった、さあもうむちゃくちゃ大振りなんやから避けろよ、立て、さあ、はい、じゃあここで、行きましょうか。うわー、うわ、B、 うわマジか、うわ1回目、2回目の AT336 枚でした。うわ今モード B だったってことは、多分継続率 91% あったんかな、最高が S やって98やったんで確か。やっぱ大事な勝負なんで、ちょっとゾーンとか伝統とかみたいな感じで考えたんですけど、ないっすよね、まあ、若い子多いんで、このお店、まあ、落ちてないと、だから打たれへんかったらもう勝てないんで、多少無理してでもね、353ゲーム、今日テリー。
ったぞ。はい、371ゲームから戦列行動ラストです。バトル行ってくれ。で下でこれで600枚かな、650枚なんで、上からしたら850枚人間の
してたバトル勝利確定してたんで、さっき見たけどチリはバトル勝利速に回ると思います。構成していればリルロック早めに切り上げられた。リルロックかどうだった。これたちよく華麗な連携プレイを見せたよ。お願いします。チャンスで出現率激低なんでね。はい、うーわダメな日ですね今日。タイミングが悪いな。マジでバトってる時にチャンスで引いたら結構な割合で実際最後行くんで、もったいないな。しかも絶対勝たれへん。30ゲームしかなかったらね、ビッグバス消化できないんで、うわー、もったいない、いろいろ。スイカよ、スイカスイカ、いたスイカ。はい、これはい、はい、9ゲームで活性化バトル。うわー、うまい。あ、これうわー、パネル消えた、パネル消えた。これは勝ちますよ。ゴルゴカメラは最低のスペースが途中ゲームで、髪を繋いだ時にリプレイでもいいから、リアクなんか引けたら100も全然見えるんでね。引けたかな。最低のスペースゲーム。でも大丈夫です、これ71ゲームあるんで。あとガジラ、スイカか、チャンス目が良かった。ニコ、あーニコか、2人目、わーしかもスイカ。これで活性化バトルに入ってくれました。格上げの抽選もしてるんで、このスイカはいいスタートじゃないですか。あー、はい、まあ普通。いやー、いいね。よっしゃー、サービスモンスター。いやー、ありがたい。うわ、20ゲームでリンクバースの煽りが来てますね。いやー、助かる。今から4ゲームのうちにリプレイを2回引くだけで達成のバトル。あと1回、そうだ、熱い。はい、ただサリエル強いんでね。いいかな。しかも残り19ゲームでゴルフカメラ。感じに行ったんですけどね。回数行き過ぎで570枚で終了画面ありさなんで、次回こうモードに行きたいと。
ストップ。よしよし、あー動いた、行け行け行け、パワーを狙ってください。あー欲しい、ここ来た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 来